デブです。デジです。よろしくお願いします。お願いします。今日も元気にいきたいと思います。頑張ります。ちょっとね、はい、さっき今日使うものがあるんですけど、どっか置いてきちゃってなかったです。何探すんです？剣みたいなのがあったんですよ。おー、ちょっとね、危ねえな。え、危ない危ない危ない。剣があったの。危ない。え、師匠、刺さってる首に。首。あ、これ。そう。抜くよ。痛い。うわあ。随分長いの刺さってた。ちょっと長いねこれね。これダメだな。ダメなんだい。短い剣かなんか。あ、いや、じゃあボールペンをその代わりにしましょう。あ、そうですか。このボールペンはね、邪悪、なものをこう避けるんですよ。いいですか？はい、僕が書きますよ、うん、ほら書くとね、見てください、ほら普通にね書けるんです。ところがなんとキャップが書いてください。邪悪なキャップ、邪悪なキャップを書いてください。邪悪なキャップを書くと別に書けますよ。ほら、邪悪な人が書くとね、赤くなっちゃう。あ、嫌だな、邪悪だな、邪悪だなっていうのは。いやいやいや、ほら、これ三色ボールペン。いいから。まあそういうのね、これを使ってやるんですけど、はい、これは何かっていうと、邪悪なものを跳ねのける。そういう、どっち、青でいいですか。はい、じゃあやりますよ、はい、いろんなカードの中から1枚選んでいただきます、はい、指を触れてください、はい、これでいいですか、うん、いいです。じゃあこれです。僕見ないですか、はい、あ、じゃあちょっとカメラ見えてます。うん、もう私ちょっと見せますね。お願いします。これです。見せました。いいですか、はい、置いてください、はい、軽く混ぜます。ね、こういう混ぜ方なかなかマイちゃんしないでしょ。そうですね、びっくりしました。弟子ながらにびっくりしました、はい、僕やっててデブながらにびっくりしたんですよね。あれ、わかんない。変な混ぜ方したら分かんないでしょ。いくつかヒントもらっていいですか。ヒントというか、ちょっといくつか、はい、これかこれかってひどいね。これかレフだかな、違うかな、どっち、本当に分かんないや。これか、はい、これマジシャンですよね、一応ね。最近おじさんに近いんだろう。いや一応マジシャンですよね。師匠に言う弟子もどうかと思いますけど、はい、まあ、言われ慣れてるからいいんですけど。、はい、あのポーカーフェイスしてください、はい、いいですか、はい、それだとか言わないでくださいよ、はい、1枚目見せます。はい、ポーカーフェイスですよ、うん、2枚目多分表情変わってないと思いますよ。3枚目。あ、そうか、うん、私の顔からは分かりません。邪悪なものを跳ねのける、これを使います。いきますよ、うん、邪悪なものが跳ねのけられるか、よっ、今2枚跳ねのけられたでしょう、うん、邪悪なもの、キャップのじゃないものはこれ違いました。違います。ハートの国に違いまして、はい、これも違います。はい、ということはここに刺さっている邪悪なもの以外のダイヤの6。あー、このペン欲しい。3色だけどあげる。本当ですか、やったー。